ーティーは円を満喫するというパーティー。さあ、それでは主役の登場です。こんばんは。こんな格好をするの非常に恥ずかしかったんですけど、ニヤトるよ、ニヤトる。昨日、70歳の箱水になりました。今日はぜひ楽しんで帰っていただければありがたいと思いますので、お願いいたします。どうぞよろしくお願いします。ご来場者の皆様のご紹介をさせていただくビデオをご覧いただきたいと思います。その時代に70歳まで生きるということは、古来前であった多頭天、奇獣、それから霊獣、祖先をクリアしていただきまして、白寿を目指して頑張ってください。ありがとうございます。はい、もう一緒にですね、人生100年時代、健康で生きることを記念いたしまして、乾杯したいと思います。それでは乾杯。やっとみんな70の仲間になりました。なんかすごい横浜金杯みたいな、ね、見ちゃかったです。これからも頑張ってください。激励します。最後まで見届けろと。おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。これからです。これからこれからですね、ますます一緒になってこの四日市盛り上げていきたいと思いますので、どうぞご指導よろしくお願いします。左腕の傷跡が痛むぜ。子供の頃の話を聞こうかなと思って。皆さんこれからもよろしく。ありがとうございます。これからも頑張ります。ただののんびりですね。髪の毛がなくなっても気合が続きますように。80、90、100とまた呼んでいただき、69で死ぬからな、口癖やからねって言いますの。母、私から見て祖母、曽祖父、どっちも69で死んでいて、69で死ぬから死ぬからずっと言ってて、ああ69で死ぬんやなと、69で死んだら楽やなみたいな思ったんですよ。70まで来てですね、こんだけ70や70やって喜んでる父親になんだかなと思うんです。確執を見ました。仕事人間で、仕事しかしてなかった人なんで、こんだけ地域の皆さんに飲み歩いてました。あの急に気まずくなったんですけど、大丈夫ですか。今から50何年前のね、パカパカ。パカパカってどういうことなんですか。僕のこと好きでずっと僕の後ろばっかりついてきて、体育の授業の時に僕の後ろばっかりついてくるんで、いや嫌だなと思ったら疲れたんですけど。もう話だけ聞いてたらややこしい関係です。この傷はすぐ取れるのかなって思ったらあるんですよ。恐ろしいですね。ありがとうございます。マジックはちゃんと見ること。ネタがし分かっとっても自分が喋らない。リコリコリコそしてリコ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 私の予言がございます。はい、リカンを出してください。そのリカンをリコ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 。私はどう思っています。あなたはどう思っています。はい、おお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 お。緊張しないでください。なんと人間が空中高く浮き上がるという、陳さんの体が浮きます。軽くなりました。10キロ。小学校からの同級生の方とかですね、孫家族の方が70周年と、そして今日会場にお集まりのですね、全ての、まあ、やらかした方も見えますけども、六階市の商店街大丈夫なのかなという気もしましたけど、盛り上げていきましょう。皆さんのですね、お宅をお祈りして3本で締めたいと思います。よーおー
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the sky high.